ジョン・ホスター・ダレスはアメリカ合衆国の政治家、ドワイト・ディ・アイゼンハワー政権で第52代国務長官を務めたジャパンロビーである。1951年9月8日にサンフランシスコ講和条約が締結され、それと同じ日に調印された日米安全保障条約の生みの親とされる、反共主義の積極的なスタンスを主張した冷戦時代の政治家であった。 インドシナでベートミンと戦うフランスの支援を主張し、1954年のジュネーブ会議では握手を求める中国の州恩来国務院総理を拒絶した。サンフランシスココア条約発行以降国際社会に復帰したばかりの日本にとっては強い反共主義者であるダレスの親父さんの意向は無視できないものがあった。1888年2月25日に 長老派協会の牧師であるアレン・メイシー・ダレスの息子としてワシントン DC で誕生する。父方の祖父ジョン・ウェルシュ・ダレスはインドで牧師をしていた。ダレスは弟のアレン・ウェルシュ・ダレスと共にニューヨーク州ウォータータウンの公立学校に入学した。ダレスはプリンストン大学に進学してフィー・ベータカッパ会の会員となり、1908年に大学を卒業した。卒業後は ジョージ・ワシントン大学大学院に進んだ。ダレスは司法試験に合格して弁護士となり、ニューヨークのサリバン・クロムウェルに加わり、国際法を専門とした。同事務所はロックフェラー財団系企業に奉仕した。ダレスとエレノア第一次世界大戦が勃発すると、アメリカ陸軍へ志願したが、着手のため入隊は拒絶された。入隊できなかったダレスは、 戦争産業委員会のメンバーとして、軍需物資の調達に従事し、後にサリバン・クロムウェルに戻った。1915年に、おじ、ロバート・ランシングに同行して、サリバン・クロムウェルの業務視察のため、ニカラグア・コスタリカ・パナマを訪問した。しかし、ランシングの目的は、ドイツ帝国に対抗するためのラテンアメリカ首脳と、会談することであり。 ダレスは反ドイツのコスタリカのフェデリコ・ティノコ大統領を支持し、親ドイツのニカラグアのエミリアーノ・バルガス大統領に、ドイツとの外交関係を解消するように圧力をかけることを進言した。また、パナマに対しては、対独宣戦線復刻を行えば、パナマ運河の年間運河手数料の税金を免除すると提案している。パリ講和会議には、アメリカ合衆国代表団の法律顧問として、 参加し、ベルサイユ条約のうち百三3 1条作成に、ノーマン・デイビスと共に携わり、ウッドロー・ウィルソンの指示で、戦争保障委員に任命された。また、エレノア・アルーズベルトと共に、外交政策協会のメンバーとなり、国際連盟のアメリカ人職員を支援した。ダレスはドイツへの戦後賠償を強行に求めたが、後に、ドーズ案の作成に関わった。これにより、ドイツに、 アメリカの資本が投下され、イギリス・フランスは賠償金を得て、アメリカからの負債を完済した。経験な長老派信徒だったダレスは、1920年代から1930年代にかけて数多くの宗教会議に出席した。1924年には、ハリー・ホスディックの宗教裁判で彼の弁護人を務めた。1929年に世界恐慌が発生し、 ドイツが予定されていた賠償金の支払いを停止した。また、1934年にはダレスが担当していた民間債務の支払いも一方的に停止された。このため、翌1935年にサリバンクロムウェルとナチスドイツとの業務関係を全て解消した。その後は宗教運動に積極的に参加し、金融業務はアレンが引き継いだ。 ダレスは著名な共和党員であり、1944年1948年の共和党の大統領候補であるトマス・ E ・デューイの親しい友人でもあった。彼は、両選挙期間中にデューイの外交政策顧問を務めており、1944年アメリカ合衆国大統領選挙では、パレスチナのユダヤ人国家設立を要求する政策を立案した。 1945年にアーサー・バンデンバーグの顧問としてサンフランシスコ会議に参加し国連検証全文の作成に携わった。また、1946年、1947年、1950年にアメリカ合衆国代表として国際連合総会にも出席した。ダレスは原子爆弾の使用に強く反対しており国際連合の管理下で 原子力を制御することを求める声明を寄贈した。しかし、ベルリン封鎖、朝鮮戦争、ソビエト連邦の原爆開発を通じて、共産主義陣営の拡大を危惧し、原子力の国際管理に対する認識も変化していった。彼は、共産主義陣営の拡大に対抗するため、民主党の封じ込め政策に対する共和党の代替案として巻き返し政策の策定を主導した。 1949年7月7日に民主党のロバート・ファーディナンド・ワーグナー上院議員の辞職に伴い、補欠選挙が実施されるまでの臨時上院議員に任命される。同年11月8日の補欠選挙で民主党のハーバート・リーマンに敗北し落選した。1950年には封じ込め政策を批判的に分析したウォー l or p を出版し、 外交担当公館の多くに支持された。彼はハリー・エストルーマンの外交政策を封じ込めが解放にすり替えられると論じた。1950年にハリー・エストルーマン政権のディーン・アチソンの下で国務長官顧問に就任した。同年6月20日に韓国を訪問しているダレスは国務長官顧問として北緯38度線を視察し25日に 朝鮮戦争が始まる。その後アメリカが衆国代表として国際連合総会に出席し、11月3日の総会最終日には国際連合安全保障理事会決議377を提案して採択された。1951年にダレスはサンフランシスコ講和条約で朝鮮戦争の間の中華民国に対する中立を 保つというトルーマン大統領の政策を実行した韓国の李承晩大統領が1949年からサンフランシスコ講和条約の締結国に参加することをジョン・ジョセフ・ムチを中間大使に主張していた。しかし1951年5月にイギリスが韓国の条約署名に反対すると7月19日には両広志さん中アメリカ合衆国大使が 米国総案に対する韓国側意見書をアメリカに提出し、ハロー島、竹島は韓国領土であると主張した。同日の会談でダレスは韓国大使へ署名国になれないことを通知した。ダレスはサンフランシスコ講和条約で取りまとめ役を果たし、同時に日米安全保障条約の締結を導いた。ジョンダワーによると、ダレスは締結後に一下のように述べたという。 他のアメリカ人と同様、占領によって改革されたとはいえ、約6から7年前まで熾烈な戦争をした相手の日本人を信頼できるか疑っていた。アメリカと交渉する裏で共産主義国だが同じ黄色人種でアジア人の中華人民共和国と通じているのではないかと疑っていた。他のアジア人の国々に対して日本人がしばしば持っていた優越感と エリートアングロサクソンクラブのアメリカやイギリスなどの共産主義国に対抗している西側陣営に入るという憧れを満たすことを利用して西側陣営に対する忠誠心をつなぎ止めさせるべきだ。日本を再軍備させ自分たち西側陣営に組み入れるということと一方日本人を信頼しきれないというジレンマを日米安全保障同盟、それは永続的に軍事的に 日本をアメリカに従属させるというものを構築することで解決した。ダレスとアイゼンハワースカルノを出迎えるダレスとニクソン1953年1月20日にドワイト D ・アイゼンハワーが大統領に就任したとき、彼は国務長官としてダレスを任命した。ダレスは第一次インドシナ戦争でソビエト連邦と中華人民共和国の武器支援を受けたベトミント、 抗戦しているフランスに対する支援の必要性を主張したが、これがマッカーシズムの好意症であるアジア専門家の空白と相まって、後にベトナム戦争への全面的な介入を招いた。ダレスは軍事ブロックのナトアンザースの結成に尽力した。アーバーダーン危機ではパフラビーアサイラン帝国のモハンマド・モサテク首相がアングロイラニアン石油会社を国有化して、 親ソ連政策を行ったが、1953年に、弟のアレンの CIA と共に、ミロク協力のもと、アジャックス作戦でもサンテクを失脚させ、新米的なパーレビ国王が権力を回復した。1954年には、シアト1955年には、CENTO の結成に尽力した。朝鮮半島やインドシナ半島での共産勢力の拡大に加えて、 アメリカの裏庭と称されたグアテマラでも1953年2月にハコボアルベンスグスマン政権がユナイテッドフルーツの土地摂取を発表するとダレスはプブセックセス作戦で政権を転覆させたこれが原因となりグアテマラ内戦が勃発したダレスはかつてユナイテッドフルーツの弁護士を務めており1953年当時はアレンが取締役員として 経営に関わっていた。これらの時期に、フランスのジョルジュビドー外務大臣とインドシナ問題に関して秘密会談を行っており、彼に対してダレスは、アメリカはフランスに核爆弾二つを渡す用意がある。と言ったとされる。1954年には、ダイムのパーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれている。また、ライフのインタビューで、戦争に陥る前に物事を達成する能力は、 必要な芸術だと述べている。1955年6月9日には、非同盟運動に対して、中立はますます陳腐化しており、非常に例外的な状況を除いて、不道徳で禁止眼的な構想であると批判した。1956年には、スエズ運が国有化問題をめぐって、同年に中華人民共和国と国交を結んだことでも、ダレスの怒りを買っていた。 エジプトのガマール・アブドゥ・ナーセル大統領と敵対し、ナーセルは、親ソ連政策に転換した。8月19日にダレスは、日本の茂光葵外務大臣とロンドンで会談を行い、茂光に対して、北方領土のエトロフ島、クナシリ島の領有権をソ連に対して主張するよう、強く要求し、もし、日本が、クナシリ、エトロフをソ連に帰属せしめたなら、沖縄を、 アメリカの領土とすると指摘して、日本側の対ソ和平工作に圧力を加えたとされる。11月にイギリス・フランス領軍がエジプトへ侵攻した第二次、中東戦争に強く反対したが、ダレスは手術を受けるため入院し、この件に関する重要決定には参加できなかった。一方で、アメリカのエジプトに対する武器供与を停止させた。この決定でソ連は、 中東に対する影響力を獲得し、政策は裏目に出た。ダレスは第二次中東戦争勃発時に大腸癌の手術を受けるため入院していたが、手術後に胃腸先行を引き起こした。1958年末には大腸形質症を発症して、再び入院した。翌1959年1月に公務に復帰するが、癌が再発したため2月に、 ウォルターリード陸軍病院に入院して手術を受けた。退院後は放射線治療を受けながら公務を続けたが健康悪化のため4月15日に国務長官を辞任した。5月24日にウォルターリード陸軍病院で死去し、遺体は27日にワシントン大聖堂で葬儀が取り行われた後、アーリントン国立墓地に埋葬された。母方のソフジョン・フォスターは 第32代アメリカ合衆国国務長官、ダレスの叔父、ロバート・ランシングは、第42代アメリカ合衆国国務長官を、務めた。弟のアレン・ウェルシュ・ダレスは、ドワイト・ディ・アイゼンハワー政権で、アメリカ中央情報局長官、妹のエレノ・ア・ランシング・ダレスは、国務省職員として、第二次世界大戦後のヨーロッパ復興に従事した。 1912年6月26日にダレスは、ジャネット・ポメロイ・エイブリーと結婚し、二男一女を設けた。長男ジョン・ W ・カイ・ダレスは、テキサス大学オースティン校で、ブラジル市の教授を務めた。また、娘、リリアス・ダレス・ハインシャーは、長老派教会の牧師となり、次男エイバリー・ダレスはカトリックに改修し、数奇教となった。ありがとうございます。